本日2月10日ですね。今日はね、ちょっとここに積んである箱、ちょっとね、10箱あるんですよ。ちょっと何かっていうとね、ちょっと僕の知り合いの人がね、香港住んでるんですけど、香港の人がね、マスクを送ってほしいって言うんですよ。で、マスクはないんですかって言ったら、いや、今はまだあるけどっていうことでね。で、僕もね、ちょっと3軒ぐらいのメンバー回ってきて、同じやつ集めました。で、今500枚あります。ここに10箱あるんですけど、こうやってね、10箱でもね、これをその人全部に送っちゃうとちょっと困っちゃうんで、僕も一つは50枚ね、これっこが50枚入れなんですよ。で、これね、オーストラリアって書いてあるでしょメイドインのいいやつかなと思って、まあ、ちょっと分かんないけど、ここに書いてあるね。ね、見えるかな。ちょっと見えんね。見えんけど、まあいいや。50枚入りの10個で、まあ、日本にもね、家族いるんで、まあ送りたいけど、まあ、聞いてみるとまだ、知り合いの人からね、譲ってもらったものもあると。で、今のところは大丈夫っていうからね。で、まあ、とりあえず、今、足らない人、欲しい人にあげ、僕は、これ、日本に送ろうと思います。で、まあ、動画見てる人でもね、困ってる人がいて、で、僕に、ツイッターかなんかで、DM を、住所で送るのが可能な人であれば、送りますよ。うん。別にお金はいりません。50枚入りのこれを1個送りましょう。10個あるから、とりあえず、今僕が送らなきゃいけないのは、200枚は絶対必要なんですよ。で、あとここに300枚あるんで、で、今インターネットでもまた500枚注文してるんですよ。で、その500枚も来たら、まあ、順次ね、足らないところに、まあ、もしくは、ヨーロッパでも流行るかもしれないし、こっちで準備しなきゃいけないし、ね。なんで、まあそういうことで、一応準備しました。いつも帰ってきたら手洗いとね、ここまで手洗ってね、腕までね、うがいは必ずやってます。今の時点からね。やらないと。うん、で、もしも本当に困ってる人があったら送りますから、DM で住所を送れる人は送ってください。Twitter で。ね、僕の、説明のところに載ってるんで、Twitter でね。なんで、まあ、一応これ報告ですね。で、まあ、香港の方もね、まあ、どうですかって聞いたら、大変なんでしょって言ったら、大変だけど、そこまで、中国ほどひどくないって、でも中国がすごいなんかひどいみたいよって言うから、まあ、そうですねって、今はもうネットがあるからすぐ拡散するから、あれですよねって言って。でも香港に入る情報とこっちの入る情報は違うんじゃないですかって言って聞いてみたけど、まあそこまで大差なかったのかな。うん、やっぱし今の、2月10日の今、スイス時間の午後の4時だから、今日本時間の12時ですね。2月11日ですね。今日はね、もう過ぎてますね。で、まあその時点で、まあ、800人から900人の、死者が出てると、中国でね、うん、でもそれは報告されてる数だから、多分その 3,4 倍はあるんじゃないかって言ってますね。嘘を言ってるから、中国はっつって言ってるから、まあ、前田のことなんですけど、隠すから、あそこはね。だからしょうがないですけど、まあ中国の悪口じゃないけど、まあちょっと悪いところは悪いよね、そこはね。なんで、うん、まあ困ってる人がいたりね、した時は送ろうと思います。で、またこれプラス500枚くるんで、800枚は在庫あります。うん、本当に困ってる人は送ってください。ここが僕が送ります。これは送料も、このお金もいりません。僕が送りますんで、それで少しの助けになればと思って、今回ね、動画作りましたんで、ね。これはスクラッチ動画とまた別に今作ってるんで、まあね、お互い、やっぱ困った時はお互い様なんで、やっぱオーストラリアのね、あれも大変なんでね、やっぱ募金も、僕本当、募金したし、しようと思って、まだ本当のことはまだ、してないんですよ。シェアはしたけどね。Facebook でシェアはしました。拡散して。で、やっぱ、10人ぐらい、
僕が登録者登録してくれましたかね、確か。うん、なんで、まあ、その少しでもそれで助けになればと思って、ね、やっぱ、すごい動物が死んでますからね、5億匹以上死んでるってことでしょ、動物がね、盛り上がれて。なんでね、やっぱ、でも大変な時期ですよね、いろいろ。で、やっぱ、できるところの地域の人が、やっぱそこやっていかないと、うん、ダメですよね。で、僕も、まあ、人生楽しくね、生きたい派ですけど、まあ、困ってる人がいればね、まあ、どうにかして、できることはやっていこうと思ってるんで、別に、あの偽善者とか、なんとか、思われてもいいですけど、そうじゃなくて、やっぱ、やれるときは、やっといた方がいいじゃないですか。ね。やっぱ、自分も困ったときはね、いろんな言葉をもらったりとか、いろんな助けをしてもらったこともあるんで、助けてもらった人にお返しするのは当たり前なんですけど、それプラス、あの、違う人に自分がしてあげることが大事なんですよね。やっぱね、と僕は思うんで、うん、まあこうして、今ちょっとね、まあ普通の人よりは少し余力があると思うんで、まあできる範囲でやっていこうと思います。うん、なんで、これを機にね、登録していただければね、あるだけは、送れますので、全部に答えられるか分かりませんけど、あるだけは送ることは約束します。うん、その代わり、住所は僕の DM に送ってください。で、僕は別にそれを悪用するわけじゃなくて、僕は今スイスに住んでるんで、行けないから、そんなすぐにね。別にそれはそれでもう、一回送って、まあ、情報としては持ってきますけど、それを無事に拡散しようとか、また次に送るかもしれないしね、まあ、一応また持っといてもいいし、その情報は誰にも公開しないです。必ず。それは約束しますから。うん、DM なんで、僕にしか来ないから。なんで、とりあえず今のところ、ここに300枚あります。50枚入りの6箱。ね。これはあるんで、まあ、困った人がいて、マスクが足りないという人は言ってください。そして、マスクの使い方もね、いろいろあるんです。やっぱ知ってる、まあ、分かってらっしゃいますけど、みんなね。ただ、ここで言わせてもらうと、マスクのね、マスクをそのまま使うんじゃなくて、このマスクの周りにこう巻くんですよ。キッチンペーパーが長いやつで。内側だけじゃなくて、外側も。内側と外側も巻くんです。ぐるぐるって2週か3週。と、マスクとそのペーパーで、やっぱり、ね、悪いね、まあ、通りにくくなりますよね。何倍か、こうするとね。それでマスク1枚を1週間から使えると思うんですよ。臭くならないんでね。そのキッチンペーパーでね、しちゃうから。1日に1枚か2枚キッチンペーパー使うだけで、マスクは1週間持つんだから。例えばこの50枚入りで、ね、35週間持つってことでしょ ?350 か。ね。すごいよね。だから、大事に、今数が少ないから、それを今あるのを最大限に活用しないといけないんでね。で、僕はこれ今1個自分用で1個持とうと思ってるんで、あれなんですけど、やっぱ今本当に高騰してるんでね、まあ、スイスはもともと高いんですけど、そうじゃなくて、やっぱアジア圏で買おうと思ったら今多分どこもないと思うんですよね。なんで本当にこれがね、何かの助けになればと思ってますね。んで、まあ、こういう形でね、やっぱ YouTube をやっていくといいと思うんですよ。ね。別に自己利益のためにやってるわけじゃないから、ただ、僕は、まあ、ちょっとでもできればと思ってやってるんです。その香港の知り合いの方にも送るけど、それプラスね。うん。そしたらさ、また、いいことがね、起こるじゃないですか。その次につながればね。やっぱ人間って、ね、人生が長いんだからね。でもその肺炎って言ってもね、やっぱり治療法が今確立されつつあるから、新型の肺炎でもね、もうそれをね、その自分の抵抗力もつけて、その抵抗力をつけて風邪にならないようにしとけば、予防が大事なんでね、最善策なんで、病気になってから考えるんじゃなくて、病気になる前の予防策っていうのが一番大事なんでね。だからやっぱならないように、外出、まあ、例えば、蔓延してる地域だったら、もう外出を避けて、なるべく他人とね、会わないと。ね。やっぱ、なかなか難しいけどね、それは。
でもやっぱ今武漢とかも閉鎖されて出れないでしょみんな。で、何都市か今あるんですよ、もう閉鎖されてるところが、放送してないけどね。中国の友達も僕電話何回かしたけど繋がらないですね、もうこっちから。3人ぐらいいるんですよ、友達全員繋がらない。もうシャットアウトしてますね、完璧に中国政府はね。中国から多分出る電波も無理かな、多分。なんで、まあ、今は難しい時期ですけど、まあ、できる限りのことはやりたいと思います。ね。で、皆さんも、やっぱりなんか何かやりたいなと思ったらさ、このツイッターでも、インスタでもね、投げかけて、ね、自分が、ね、マスクとか消毒液がね、ちょっと余分にあるんだったら、こう人に分けてあげるような、やっぱちょっとした、まあそういう心持ちがあれば助かると思います。別にね、それで自分が得するわけでもないし損するわけでもないよ、ね、これで助かれば次につながるんですよ、人生がね。そしたら楽しくなるでしょ、みんなが楽しくなればね、それが一番いいんで、そうと思います。ということで、まあちょっと10分ぐらい長くなりましたけど、僕の本当の気持ちなんで、これはやっぱりできる人がやるべきことですね。今ね、できる人がやるべきことをやっていきましょう。ということで今日の動画は終わります。まあこれスクラッチ動画の後にまた今なってますけどね、それは楽しくやっていく傍らやっていきますんで、はい、それではまた。皆さん、本当お大事に、本当ね、手洗い、うがい、消毒、必ずやってください。風邪にならないことが一番の予防策なんで、ね。はい、そういうことで終わりです。